空気章 r 2 y k 運 n k u 運 k 運は太平洋戦争中に試作された日本海軍の偵察機。略符号は R2Y。胴体中央部に双子型の発動機を配置し延長軸で機種のプロペラを起動させるというユニークな携帯の偵察機だった。1945年5月2度の試験飛行を行ったがエンジンの不調等で所定の性能に達しないまま、 終戦を迎えた。1943年、海軍航空技術省は最高速度時速 740km、航続距離 3333km 以上という高性能の高高度偵察機の開発を開始した。これが18市陸上偵察機、k 営 n である。k 営 n は当時の戦闘機をしのぐ高性能を実現するために、 様々な新機軸が盛り込まれた機体となった。エンジンは、高出力を確保するため、愛知航空機製の厚田30型発動機を並列に組み合わせた、波七十である。これを、胴体中央部に搭載し、4メートル長の延長軸で機種の6羽プロペラを起動させる形とした。これは、ドイツから輸入した、HE119 高速爆撃機の構造を参考にしていた。 また、排気タービン下球機や機密室を管理し、操縦席は並列複座、降着装置は前輪式とした。その結果、おおよそそれまでの日本機とは異なるユニークな外観の機体となった。1944年6月に選挙区の悪化から試作機種の整理が行われ、軽運もその対象に挙げられた。しかし同年秋、三菱で開発中の ね330ジェットエンジンの開発の目処がつき、当時開発中の機体の中では、ジェット化が一番容易なスタイルであるとして本気に、白羽の矢が立ち、空気症から軽運をジェット攻撃機化した、軽運改めの開発が提案された。結局この機体の性能試験のために、軽運の試作は続行されることとなった。1945年4月に試作1号機が、 排気タービンを装着しない形で完成し、5月に木更津飛行場で試験飛行を行った。しかし、発動機の不調のためまともにテストができず、2回目の飛行時にはエンジン室内で火災が発生、緊急着陸式体は消破した。その後1号機はエンジンの乾燥中に空襲を受け破壊された。総飛行時間はわずか10分程度であった。完成したのは、 試作1号機のみで終戦時には2号機が組み立て途中だった。本機は本来の開発意図であったジェット化どころか、そのための試験機であるレシプロ型の試験さえほとんど行えず、機体に秘められた先進性と可能性を示すことができないままに終わってしまった。本機のジェット化第1案では翼にジェットエンジンを装着する予定後期の第2案では、 胴体内にジェットエンジンを内蔵し、機種にエアインテークを設け、胴体後部に2カ所の噴気口を備えていたとされるが、あくまでこれは推測であって、実態は明らかでない。ありがとうございます。